予報人シルクロードのテーマ、久保田咲さんに答えます。子供たちは空に向かい、両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じていた。空と大地の触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。市場へ行く人の波に体を預け、石畳の街角をゆらゆらとさまよう、祈りの声、ひづめの音、歌うようなざわめき、私を置き去りに過ぎてゆく白い朝、時間旅行が心の傷をなぜかしら埋めてゆく不思議な道、さよならだけの手紙、迷い続けた先、あとは悲しみを持て余す異邦人、あとは悲しみを持て余す異邦人。ありがとうございました。